現在、ワールドシリーズ進出をかけたポストシーズンに突入していますが、エンゼルスはヤのほか、大谷選手は今季を振り返り、二刀流を貫けた充実感を語りつつも、ヒリヒリする9月を過ごしたかった、と、悔しさを吐露していました。とはいえ、大谷個人は投打でベーブ・ルース以来、100年ぶりに歴史を塗り替える偉業を達成し、 今季 MVP、最優秀選手の最有力候補に挙がっている。今季の最終戦で46号を放ち、優秀の美を飾ったものの、惜しくもホームラン王には届かなかった、米メジャーリーグエンゼルスの大谷翔平、27。その前段階として10月8日、米野球専門誌で野手部門の MVP に2位に大差をつけて選ばれています。 そんな大谷の躍進の背景には、オフでの、閲楽、ガー。野球のこと以外、ほとんど頭にない王や選手ですが、唯一の息抜きといえるのが、オンラインゲームなんです。特にクラッシュロワイヤル、クラロワ、は毎日のようにハマっています。クラロワは、スマホで楽しめる対戦型のオンラインゲームだ。8枚のカードを駆使して3分間、 自分のタワーを守りながら相手のタワーを運わすべく競う。世界的に人気のゲームアプリです。大谷選手は数年前からクラロワをやり始め、彼が誘ってエンゼルスのチームメートもハマるようになりました。そのうち、レッドソックスなどライバルチームの選手たちまで加わり、大谷選手とクラロワで対戦するようになったそうです。 大谷が中心となって、日本ハムファイターズ時代のチームメイトも加わり、日米でクラロアノアが広がっているという、試合終了後も、自宅でライバルたちと熱いバトルを繰り広げていたようだ。今年27歳の誕生日当日も自宅でゲーム三昧だったようです。コロナ禍で外食や買い物が思うようにできず。 ゲームしては寝る毎日だったと聞いています。大谷の自宅はエンゼルススタジアムから車で約10分の距離にある家賃50万円ほどの一軒家と報じられている。11月の MVP 発表までは現地にとどまる予定の大谷だが、その間に検討していることがあるという、引っ越しを考えているようです。 渡米後はずっと同じ家に住んでいるためパパラッチから常に狙われている状態気分転換にもなりますしね大車輪の活躍は対戦後も負けないとゲームバトルで維持する闘争心の賜物だったチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュースコンマ 動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください、コンマ。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです、コンマ。よろしくお願いいたします。